こんにちは、皆さん、中山です。と台北も台湾もコロナの感染者数が増えてきて、ついに今日は207人、全土で207人みたいです。で昨日が180人で、一気に今までの 2,30 人ぐらいのペースから一気に上がってしまって、昨日のお昼ぐらいに、衛生福利部、日本でいう厚生労働省ですねの、代表の方が2週間の台北市と新北市に2週間のアラート3、ロックダウンの1個手前なので、まあ、外出は大丈夫なんですけど、マスクを絶対すること、そしてスーパーなどに行くときに記名せ、名前と電話番号を書く必要があります。そしてアプリなど QR コードで、認識するっていう方法もあるので、スマートフォンを持っていないと、そのスマートフォンでそれを撮影して、その情報を入れないといけないという作業が必要です。でそれで感染者がもし出てしまった場合は、その前後の人たちが誰がその場所にいたかを特定できるので、すごいそれはいい政策だなと思いました。そして、今日なんですけど、今日の朝買い物に行った時はそんなに混乱している雰囲気ではなくて、昨日が結構混乱してたみたいで、まあ、今はだいぶ落ち着いてきてるなっていう感じです。であとは大学の方なんですけど、大学は明日の5月17日から期末考査のある6月の中旬まで1ヶ月間完全のリモートの授業になるみたいです。対面の授業が全てなくなりました。この判断もすごく早いなと思って、先週の火曜日ぐらいにリモートになる可能性はあるよっていうぐらいで、あと60人以上の授業とかは、一般教養の授業などは結構人数が多いので、その授業は、リモートになるっていうことだったんですけども、この1週間で一気に全面的に、リモートになることになりました。で知り合いの働いてる方もリモートワークになるっていう方もいました。でやっぱり今台北新北市が中心でとっても増えてるので、まずこれを抑え込もうっていうことです。ただ問題点があって、リモートの授業になるって決まって大学生の、地方から台北とかに来てる、台北に住んでる学生が、もう1ヶ月間リモートでクラスが始まってしまうので、家に戻ろうっていうことでスーツケース抱えて南部に戻った子たちが、まあ、結構な割合でいるみたい でその子たちがもし感染をしていたら、その北部台北とか新北で学校生活を送っていた子たちが南部に持っていくんじゃないかという、その、まあ、逆もありますよね。台北の高校、大学、台北に実家がある子が南部の大学に行ってる子たちが戻ってくるので、そこがすごい今リスクが高いのではないかなと思います。で、まあ実際なってみないと分かんないってのも、まあ1週間後ぐらいじゃないと分かんないですけど、やっぱり気を引き締めて感染対策をしっかりやっていこうと思いました。でも本当に台湾の政府の人たちのスピードがすごく速くて、これは本当に安心できるなと思いました。ではそんな感じです。台北以上です。5月16日21時です。それでは。